2023年、6月17日、夕方、広島瀬戸内新聞です。イベント情報でございます。この広島市ね、浅見並区、祇園地区でもいよいよね、子ども食堂と、これをね、始まります。私も自身もね、ボランティアとしてはね、させていただきますけれどもね。本当ね、生活ね、お困りの皆さんね、お子様ね、本当にね、お持ちのご家庭でね、本当に暮らしにお困りの方もね、本当非常にね、多いと思います。それでね、やっぱりね、なんていうかな、こういう子供食堂というのをね、これやっていかないと、本当に大変だなというのをね、感じます。物資ね、提供会、こういうものもね、私もね、参加ね、させてもらっているところでございますけれどもね。やっぱりね、いわゆる中間層の方も含めてね、非常に生活困っておられる方も多いと。もうこれだけ物価が上がってね、給料もね、中でね、給料上がらないという状況になってくると、本当にね、そうなります。そういう中でね、私のね、ずっとね、親しくさせていただいている、鉄板居酒屋ね、ここをね、会場といたしまして、子ども食堂をね、させていただきますんでね。私はね、生活お困りごとね、相談をね、中心にね、これね、担当ね、させていただきたいと思います。で、お好み焼きはね、小学生100円、中高生200円、大人は大学生以上ですよね、300円と。大学生で本当お困りの方非常に多いということもありますね。で、駐車場がないのでね、近くの、コインパーキングをご利用ください。決してね、店舗なんかで、ね、勝手に止めてね、迷惑になるようなことは、ね、しないでください。またね、車通りが非常に多いんでね、お子様の飛び出しにはね、ぜひね、ご注意をね、してください。スタッフの方でもね、ちゃんと注意はしていきます。カラカンを設けるとかね、してね、飛び出しをしないようにね、注意はしていきますけどもね。最後はね、無事にね、これをね、終えられるようにしていこうと。本当に楽しいね、空間にね、していかないか。そういうふうに思いますんでね。ぜひね、皆さんにね、初めてのね、我々としても初めての試みとなりますけどもね。7月2日、日曜日でございます。私はね、ちょっと生活、ね、相談の方もね、担当させていただきますんでね。ぜひね、また、ご協力お願い申し上げます。またね、これシェアリンク様のね、ご協力でね、中心となって、ね、されているイベントですんでね。またこのシェアリンク様ね、6月25日やね、シェアリンク様のね、また、物資提供会、これがね、あります。毎月ね、第4日曜日ですよね。だから今度はね、6月25日にありますんでね、大芝集会所でありますんで、ぜひね、こちらの方もね、ぜひ、覗いてみていただければね、幸いでございます。本当にね、お互い様です。困った時はお互い様だけ、ね、ぜひね、覗いてみていただければと、思います。それではね、また、皆さん、今週も、ね、来週もどこかでお会いいたしましょう。失礼いたします。